ドラマ相棒シリーズやテセウスの船で抜群の存在感を放っていた女優の芦名聖さん、9月14日自らの手で旅立たれました。享年36歳でした。発見者は親族だったようです。そうなった原因を探っていくうちに、ある意味深な情報が飛び込んできました。それは原因究明の鍵となるのか、そのことも含めて彼女のことを見ていきたいと思います。芦名聖さん、本名は五十嵐綾さん。1983年11月22日生まれ。生まれたのは福島県郡山市だといいます。父親、母親、兄2人の5人家族で、男兄弟の中で育ったため、幼少期からとても活発な女の子で、兄と一緒に格闘技ごっこをしたり、男の子向けのアニメが好きで、北斗の拳や先駆け、男塾をよく見ていたといいます。今の芦名聖さんからは想像できませんね。芦名家では有名な話があって、芦名一家は無類のラーメン好きで、3食ラーメンが出てきても文句を言う人がいないという家庭で、もちろん芦名聖さん自身も週に5回はラーメンを食べるほどの生粋のラーメン好きだったそうです。そんな芦名家にもこんな災難があったそうです。実は東日本大震災では、ご両親とお兄さんの自宅が全壊の被害に遭い、当時芦名聖さんも募金活動や震災関連の仕事にも積極的で、とにかく復興支援に尽力されたそうです。常に家族と故郷の福島のことに心を寄り添わせていたそうです。中学校までは地元福島でしたが、漠然とモデルを目指していたこともあり、地元の高校に行く気はなく、単身上京して東京の高校に行ったのですが、実は芦名聖さん、父親が厳しかったため、父親には内緒での高校受験だったそうです。なので合格の報告するときは猛反対されると覚悟しつつ、必ず一番になるから東京に行かせてくださいと伝えたところ、厳格な父は、一番でなくてもいいからいつでも帰ってこいとまさかの言葉で送り出してくれたのだとか。そんな普段無口な父の言葉は今もずっと心に残っていると言っていました。芦名聖さんが変わり果てた姿で発見されたのは早朝だったといいます。その時芦名さんの部屋からは男性の泣き叫ぶ声が聞こえたといいます。その声の主はお兄さんだったとも。その時の驚きと悲しみは計り知れないものだったでしょう。聞くところによると、親族はたった一日だけなのに、前日から連絡が取れなくなったことで何らかの異変を察知して駆けつけていますから、芦名聖さんにそれだけの心配事があったのではないかという噂です。芦名聖さん、今でこそスラッとしたモデル体型ですが、東京でモデルを目指して高校生活をしていたはずなのに、なんとその頃1日7食の退職官となって、それがたたってデビュー前にはなんと2ヶ月で25キロの減量をする羽目に。ちなみにデビューのきっかけは、芦名さんが友人と待ち合わせしている時に事務所の人間にスカウトされたことだとか。当時はグラビアからブレイクする芸能人が多かったのですが、2002年芦名聖さんはそちらではなく、女優のオーディションを受けながら、キャンキャン、ピンキーなどのファッション誌のモデルでデビュー。こうして大学には進まずに、同年ドラマ幸せの尻尾で女優デビューした芦名聖さん、それでもオーディションにはかなり落ちまくっていたといいます。そんな彼女の転機となったのが、総制作費30億円を投じた映画シルクでした。なんと数千人の中から見事日本人ヒロインに抜擢されたのです。それ以降は順調にキャリアを重ねて、
NHK 大河ドラマ八重の桜や、ブラッディ・マンディ、ダブル県警の悲劇のほか、舞台でも活躍されていました。近年は女優としても高い評価を得ていた芦名聖さんですが、最近仕事面でまさかの大きな変化があったのだとか、それは全く予期しなかった。某週刊誌のグラビアへの挑戦でした。まさかというのには理由があって、昨年5月には俳優の小泉孝太郎さんと熱愛が報じられていたからなのです。二人の馴れ初めは、2013年八重の桜での共演がきっかけでした。交際も順調そのものだったようで、小泉孝太郎さんの父親である小泉純一郎元首相にも紹介されて、美しくて気立てない芦名さんを純一郎さんは絶賛していたそうです。それなのにグラビアだなんてと驚く声も上がっていたのも事実ですが、実は二人はすでに破局していたそうなのです。結婚もなくなったことでグラビアなど仕事の幅を広げて心機一転して吹っ切れた様子だったという芦名聖さん。周囲ではなぜという言葉がある一方で、見た目とは裏腹な実像があったといいます。気は強いが心は強くなかったとも、物事がうまく進まない時に深く悩むタイプだったと漏らす知人もいたといいます。さらにはここに来てその芦名聖さんの内面を裏付けるようなものが発覚したのだとか、公式にしているブログやツイッターはないと言われていた芦名聖さん、実は彼女のものとみられる非公式のインスタが見つかったのです。そこに書かれてあったコメントが、あの人に言っているとしか取れないほどの匂わせぶりだったのだとか、そこには私の心の中の友へ一緒に乾杯しよう、何度でも笑おう、何度でも泣こうとメッセージを添えていたり、9月5日にはそっちはどう、こっちは猫中、会いたい、普通に会いたいよという投稿があったというのです。くしくも9月5日とは先日急逝された三浦春馬さんの四十九日の翌日、そして最後の投稿となった言葉はたった一言、バルスだったそうです。そこには芦名さんが大好きだったジブリ映画天空の城ラピュタで知られる青の飛行石のネックレス写真が添えられていたのです。バルスとは天空の城ラピュタの中では滅びの呪文だったのです。内容からも三浦さんへのコメントと思うほかないのですが、ドラマブラッディ・マンディでもう10年以上も前に共演した三浦さんになぜこんな言葉をかけたのか、そして最後のバルスとは一体何を意味するのでしょうか。何が彼女に起こったのでしょうか。しかも彼女は三浦さんと同様に愛する家族へのお別れの言葉も残さずに言ってしまったのです。あれだけ可愛がっていた愛犬も残したままで、本当に不思議でなりません。いかがでしたか。あなたはどう思いますか。私は芦名聖さん、こうやって見てくると周りに対しても嫌な印象を与えず、仕事には人一倍ストイックだった反面、一人になると思い悩むことが多いなど、あまりにも三浦春馬さんと被ることが多すぎて不思議な気持ちにさえなります。そして最後に残した彼女のメッセージ、バルスとは彼女しかわからないママなのでしょうか。素晴らしい女優でした。どうかゆっくりお休みください。合唱。